はい、それでは25の5の解説を取っていきたいと思います。これはちょっと、特殊な感じのテクニックですね。でも曲の中ではよく使われていますね。これいろいろ取り分けしてしまいますけれども、こういうような形っていうのは曲の中でよく出てきます。マズルカっぽいですよね。共通点があると思うんですけれども、必ずバスをペダルに入れるようにします。私ね、ちょっと後日やりますけれども、ここと、ちょっと共通してますよね。ていくわけなんですけれども、最初これは両方とも16分音符で声に移るので、開きっぱなしにしておく必要はないですね。下の音も21とか12とか11とか、いろいろ工夫してやったらいいと思います。8分音符というのを、なんとなくこちらが引き受けて、右手は8分音符の2分割になったような感じですね。そしてこれは長いペダル、で次は、メロディー、ソプラノが4分音符になるので、レガートでつなぐ指使いでやってもいいし、ペ
ナルで。つないでもいいですね。それから、この前段音を、ソプラノと合わせて、こうしてもいいし、あえて最初と違うということを、強調するためにわざとこれを前に出して。ありえるかなと思います、ただ最初は、16分音符で、こういうイントネーションになるので、これを揃えてもまあ変わると思いますね。それから、この不協和音を許容しましょう。よりも強調してみる。
と、冒頭は強弱特に書いてなくてスケルツァンドですね、まあ、なのでメゾピアノかメゾフォルテぐらいですかね大体。でもここのテンププリモはあえてピアノと書いてあって、で右手が重音から和音になっているので、先ほどよりも弱音なんですけど色は、より豊かになっていますね。次の曲の6度のような感じになって、まあ、これにつながっていくわけですね。次回から実際に練習をしていきたいと思います。